で、あのそういったとあの地域の水をすぐに出せるような施設としてあの作られました。立て坑のサイズはですね、直径30メートル、深さにして70メートルぐらいあります。施設としてはスペースシャトルとかですね、自由の女神がこの中にすっぽり入るぐらいのサイズをイメージしていただければかと思います。この施設ができる前の時に降っていたあの大きい雨の時と、この施設ができた後にできた同規模の雨が降った、事例があるんですけども、その時でですね、地域の浸水被害 の浸水家屋被害した家屋が10分の1ぐらいまでですね、あの低減できたという実証はあります。ソフトといわれる、いわゆるノンストラクチャーラルメソッドというのが、まあ、要は物でしない、まあ、例えば避難を迅速にすることであったり、まあ、アウェアネスを高めると、ハードタダのマップでしっかりと自分がどれぐらいのリスクにあるのかということをあらかじめ知っておくというような対策というのは非常に効果的だと思います。